じゃあこの2つはストリングウェイのトリプルフライングクランプですね。で、よく見たらね、それぞれの使っている調整ネジがちょっと形と大きさが異なりますが、会社を確認しましたらどっちも使ってますので、どっちかの間違っている部品ではございません。で、これを使ってクランプの挟む力を調整します。必ずクランプを開いたままに回してください。クランプ閉じたままを回すとかなり抵抗がありますので、あんまりうまく回しません。まあ開いたままに、半時計も回すとクランプが開きます。で、時計回すとクランプがどんどんきつくなります。で、たくさん回すとそのうちクランプがきつくなりすぎてなかなか閉じられません。なるべく適切な設定を調整してみてください。で、このネジでも、この大きいネジでも、また大きさが違いますね。大きなネジ使っても操作が同じです。半時計回りますと開きます。時計回り回しますとそのうち回せなくなって、クランプでも力使っても閉じられません、というか固定できません。なるべくガットが挟むながら、まあまあ楽にロックができるように調整してみてください。ここまですると、多分ガットに傷がつきますのでご注意ください。これがちょっときつすぎます。で、以上です。